斬新なデザインの NHK 徳島放送会館。NHK 徳島放送局は、徳島県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。開局は1933年。徳島放送局から創出する中波放送は第1放送のみで、第2放送は大半の地域で、 大阪放送局を受信する。これは、1970年代初期の第一次、中波再編で、大阪放送局が3 0 0ットに増力された、余波で、徳島第二放送局が1973年3月20日を、もって廃止されたことによるものである。唯一の中継局である、三好市の池田中継局は、かつては、大阪放送局から喪失していたが、 その後回線のデジタル化により現在は松山放送局から創出している。イメージキャラクターは徳島県が舞台となった連続テレビ小説、ウェルカメのキャラクターだったカメフトシ。以前はアワマル君で徳島県の特産品であるスダチとアワ踊り、そしてナルトの渦潮をイメージしたものだったが、ウェルカメ終了とともに交代した。局者は開局以来、 徳島市南前川町二丁目四番地に所在していたが JR 徳島駅東側の新局舎へ移転し2006年9月4日より本放送を開始した。阿波踊りの時期には職員有志が NHK 徳島連を結成して参加している。揃いの浴衣が徳島から生放送。真夏の夜も佐田正史において紹介されたが、 男性アナウンサーが着用していたものが旧ロゴモデルであったことから、その歴史はとても古い。放送局移転後は局舎内に演舞場を設けている。徳島県にも甚大な被害を与えるとされる南海トラフ巨大地震に備え、万が一の際にも放送を継続させるため、放送や編集などができるサテライトスタジオがつぼねから少し離れた場所に整備されている。 1> 第1放送第2放送 FM 放送2012年度からの土日宿は全時間帯松山放送局から四国ブロックニュース気象情報を放送している。過去に放送された番組系に記録を刈るニュース交通情報月金曜日ありがとうございます。